Mind the road now. There are dogs on the loose around here. We're out here awfully late. True, but I'd say the meeting was worth it. With all the homeless around these days, there's no shortage of mouths to feed. And tonight marks a big step forward in solving that. I suppose you're right. But dear, I did want to talk about Bryce. What happened? Someone's out there. No! Power finished. Time for your reward.待たせんだよ。怖えな。びっくりした。切れてるよ。少々お待ちください。履歴書を確認しておりますので。お待たせしました。履歴書を拝見しました。佐々木さん、私今回担当を務めます春日と申します。よろしくお願いいたします。知ってるよ。有名だからな、あんたは。そうでしたか。それは恐縮です。で、どんな仕事回してくれんだい、春日さんよ。その前に、佐々木さん、室井興産にお勤めだったとのことですが。そう書いてあんじゃねえかよ。室井興産は暴力団横浜日渡し会の廃品回収部門を担うフロント企業で、社員は全て組の構成員のはずです。詳しいね。室井興産を会社都合により退社と書かれてますが、これは日渡し会が先月解散したことに伴う廃業かと思われます。そう言いありませんか。ああ、そうだけど。では、室井興産にお勤めだったということと、その立派な彫り物等を合わせて考えますと、佐々木さんは足を洗って間もない元暴力団員なのではありませんか。だったら何なんだよ。そのことを履歴書に記載する必要があります。あのな、なことバカ正直に書いて誰が得すんだよ。少なくとも雇用主は事前に把握しておくべき情報です。ふん、そういうおままごとはいいんだって。春日さん、こっちは例の噂聞いてきてんだ。例の噂とは？あんたが俺みたいな元ヤクザもんに割のいい仕事回してるって話だよ。
浜の駆け込み寺って評判じゃねえか。何のことでしょうか。私は一階の職員に過ぎません。だからそういうのはいいんだって。こっちも暇じゃねえんだ。であればまずは履歴書を書き直すところから始めましょう。何か記載できる資格はありますか。あれば求人の幅が。だからそういうのはいいっつったんだろ。他のお客様のご迷惑になりますので、施設内ではお静かにお願いします。佐々木さん、私どもの仕事はお客様と雇用主様、お互いに最善のお相手をご案内することです。ですが佐々木さんを見て雇いたいと思う方はいないでしょう。今のあなたはただの元ヤクザです。お客様にご案内できる仕事はありません。どうぞお引き取りください。てめえ。まだやんのかい。くそ、なんだよ、話とちげえじゃねえか。とんだ無駄足だ、バカらしい。お騒がせして申し訳ありません。もう大丈夫ですので、次お待ちのお客様、4番カウンターへどうぞ。あ、いや、どうも。お疲れ様、春日さん。ああ、今日大丈夫だった？ああ、全然大丈夫っすよ。それよりすんません、騒がしくしちまって。あ、いやいやいや、むしろいつもああいう手合いの相手してもらっちゃって、こっちが申し訳なくて。気にしないでください。俺なんかでお役に立てるんなら喜んでやらせてもらいます。拾っていただいたご恩にきっちり答えてみせますんで。いやー、さすがは浜の英雄だね。頼もしいよ。ちょっとその呼び方は勘弁してくださいって。だって都知事と警察のお偉いさんの犯罪を暴くなんて、まさに夜通しのヒーローじゃない。いや、大げさだし、だいぶ前の話っすよ。僕たちは同じ職場の仲間ってだけで誇らしいんだよ。春日さんももっと自信持っていいと思うな。お言葉だけいただいておきます。それじゃあ俺今日はこれで上がらせてもらいます。お疲れ様でした。
見覚えない。俺ちょっと映ったかもしれないよ。笑って悲しんで、まだ用があんのかい、佐々木さんよ。なんだ、バレてたのか。さすがだな。いやー、さっきは悪かったよ。俺も空気読めてなかった。な？金だろ？いや、噂には聞いてたんだ。駆け込み寺っつってもただじゃねえってことは、ほら、5万でいいんだろ。今日は船でちょいと儲けてよ。しかし一軒で5万た。あんたもいい忍びじゃねえか。羨ましいぜ。なんか勘違いしてるみてえだな。俺はそんなんじゃねえよ。なあ？おい待てや。何だってんだよ。これじゃ足りねえってのか。いくら出しゃ仕事を回してくれんだ。元坊5年上坊。あんたもそれで干上がってる口だろ。ヤクザが足洗った後に待ってる地獄の5年間だ。口座も作れなきゃボロアパートすら借りられねえ。スマホの契約なんてもってのほか、保険にすら入れねえ。当然そんな奴を雇う職場なんてめったにありゃしねえ。そこまで分かってんならさっさと近江と東上界の大解散で世間に放り出された連中がみんな苦しみながら頑張ってんだ。それをあぶく銭一つで何とかしてくれだ。笑わせんな。世の中そんなに甘かねえよ。俺はな、な説教聞きに来たんじゃねえんだよ。いいから受け取れよ。あ？この、やめろ。金が、てめえこんな野郎。いい加減にしろ。さっさとその金拾って消えろ。カッコつけてんじゃねえ。所詮てめえだって元ヤクザだろうが。舐めやがって。さっさと始めようぜ。仕方ねえ、少し頭冷やしてもらうぜ。木だらけだったもんだよ。
とっておきの技見せてやるよ。受けてみな。ガッと行くぜ。上昇。なぜこりゃどこだ、あともう一万。お、当たった。何やってんだあいつ。よっしゃ。お、危なかったな。金なら無事だぜ。うー、くせえ。落ちっかな、この匂い。ほらよ、なけなしの5万だったんだろ。なあ、マジでガセなのか。いろんなやつからあんたの話を聞いたんだ。5万であんたが仕事を回してくれるって。確かに俺はヤクザから足洗った連中に仕事を斡旋してる。そんで5万つったらあれだな、去年そのうちの一人から5万受け取った。じゃあやっぱり。でもそれは斡旋料じゃねえ。俺が代理でスマホを契約したんだよ。その実費だ。スマホ？そいつに斡旋したのが医薬品メーカーからの仕事だな。いわゆる転売対策ってやつだ。マスクに風邪薬に消毒液、人の弱みにつけ込んで買い占める連中が一時期大量にいただろう。そういう奴らがネットに出品したブツを偽の入札でご破産にするって仕事だ。そんな仕事があんのか。かなりグレーな仕事だけどな。メーカーにとっても転売屋は毒にしかならねえ。そこで偽の入札って話になるんだが、そいつをやるにはどうしたってスマホがいるけど、元ヤクザはスマホを契約できねえ。だからあんたが代わりに契約を。ね、もっと真っ当な職が見つかるまでのその場しのぎだけどな。今みんな必死に歯食いしばってんだ。あんたみてえに恩着せがましくあぶく銭に押し付けてくるだけのやつに回す仕事はねえ。仇の世界に戻るってのはきついよな。俺だってあんたと同じ元ヤクザだ。その苦労は嫌ってほど味わったけど、それでも真っ当に這い上がろうって覚悟があんたにあんなら、もし本当にその気があんなら、力になるぜ。どうだ。さっきあんた俺の金をあんなに必死になって集めてくれた。てっきりくすねるつもりなんだなと思ったんだ。でも違った。俺なんつうかあれを見て初めて自分が情けなくなった。俺は今まで人生をサボってきたんだって気づいちまった。頼む、お願いします。俺やり直してんだ。力貸してください。オーケー、わかった。でも土下座はよしてくれ。
やり直すのはあくまで佐々木さん、あんたなんだからよ。俺ができるのは手助けだけだ。もちろん全力でやらせてもらうけどな。ありがとうございます。それじゃ明日もう一遍ハロワに来てくれ。こいつはそのための軍資金だ。こいつをどう使うかもう間違えるんじゃねえぜ。はい。さて飯でも食うか。